7級は、文化放送が2019年4月1日から2021年3月26日まで、平日の午前中に放送したラジオ番組である。番組タイトルの7級は、全曜日とも放送時間が7時から9時までに由来する。2019年3月まで放送した、ザニュースマスターズ東京の放送枠である月曜日引く金曜日の7時9時に、 2019年4月開編で朝の生ワイド番組として2019年4月1日に放送を開始した今知りたい情報をまっすぐにおテーマにニュース、スポーツ、芸能、天気、交通情報など忙しい朝に今知りたい情報を簡潔に伝える現代型情報エンターテインメント番組として文化放送ではパーソナリティに女性タレントを 初めて起用した平日朝の情報ワイド性番組である。いずれも、既婚女性の上田真理恵が月曜日から木曜日、鈴木昭恵が金曜日をそれぞれ担当する。女性ならではの目線、様々な流行にも敏感な情報を発信を基きとした。鈴木は2020年11月から第2子の三千三3号行で十月三十日放送分で一旦休園し、十一月六日、 放送文から2021年2月19日まで高橋みなみが金曜日のパーソナリティ代理を務めた。鈴木は2020年12月の第2子出産を経て2021年2月26日放送分から出演を再開した。出演者らは番組の聴取者を79ーバーと称して親しんでいた。2020年5月26日に放送回数が300回を迎え、 2021年3月2日に放送回数が500回を迎えた。文化放送は当番組を3時間に拡大を検討したが2021年3月で終了すると2020年11月12日の本番終了後に上田と担当プロデューサーに伝えた。2021年1月18日放送分のエンディングで上田が番組の終了を公表した。 2021年4月の番組改編で3月29日から前枠番組おはようテラちゃん活動中が当番組の放送枠を取り込んで放送時間を改編前の2時間から4時間に倍増しおはようテラちゃんに解題した本校は番組公式サイトに基づくピンチヒッターピンチヒッター本校の表記は番組公式サイトに基づく 今朝の7級の後につく数字は本来は、丸数字7月9日を番組名にちなんで7級の日として一般社団法人日本記念日協会に申請して認定されたと2020年7月9日の放送で発表した。ありがとうございます。